どうも皆さんこんにちは、無教でございます。オメガスウォッチからティザーの中身が公開されました。何が出たのか見てみましょう。はい、大人気スウォッチオメガのねミッションオンザアースということで新商品出てきております。視聴者様で気になる方もおられると思いますので、ちょっとね動画で紹介していきたいなと思います。ミッションオンザアース、今回は月ではなく地球の中で自己完結してるようなモデルが出てるということですね。以前はね太陽系のモデルとかねいろいろ出てますけれども、今回は地球となっております。ラバーポーラーライトディザートということでございますね。さあ見ていきましょう。この映像がですね分かりやすくなっていますけれども、宇宙から見た地球上の素晴らしい自然現象にインスピレーションを得た3種類の新しい非限定バイオセラミックミッションオンザアースがこの惑星の素晴らしさを再認識する旅へと誘います。各クロノグラフにはこのコレクション専用に開発されたカラーが採用され、月面に到達した最初の時計スピードマスタームーンスウォッチの特徴を全て備えていますとなっております。さあ3つ出ておりますね、見ていきましょう。はい、こちらですね、かっこいいですね。私ねオレンジ色好きなんでね最高ですけれども、どんな特徴があるのか。ミッションオンザアースラバ、このラバっていうのは溶岩らしいですね。はい、溶岩を表現していますね。火山の美しさと宇宙の暗闇をものともしない強烈な輝きを放つ溶岩の川にインスパイアされたこの燃えるようなクロノグラフは文字盤のユニークディテールが特徴で、オメガのアイコニックな3つのモデル、スピードマスターウルトラマンとスピードマスターアラスカ2および3プロジェクトを叩いていますと。この辺はねちょっと後で見ていきましょう。かっこいいですね、この色合い最高です。はい、続きましてミッションオンザアースポーラーライト、ユニークなターコイズカラーのこのクロノグラフは北極光とも呼ばれるオーロラの魅力的な美しさを映し出します。ダークブルーの文字盤にはアベンチュリンガラスからインスパイアされたシルバーカラーの輝きが散りばめられ、それぞれの時計にユニークな外観を生み出していると。これもスピードマスターアラスカ2および3プロジェクトを称えているとなっておりますね。サブダイヤルにはユニークなディテールが施されています。はい、3つ目ですね、ミッションオンザアースデザートですね。地球の地表の5分の1以上を占める広大な砂漠の砂をイメージしたこのクロノグラフはライトグレーとベージュの色彩が特徴です。月面に到達した最初の時計に加えてスピードマスターアラスカ2およびアラスカ3プロジェクトのオマージュとしてサブダイヤルにユニークなディテールが施されています。この3つが出てますね。ちょっと細部見ていきましょう。こちらのラバですね、こちらですね知らなかったですね。スピードマスターのウルトラマンモデルカラーにちなんでいるということになってるんですけれども、ちょっとウルトラマン調べてみました。こんなあるんですね。はい、知りませんでした。この色かっこいいですね、スピードマスターウルトラマンでございます。はい、まあ確かにね今回のモデルとちょっと色合い似てますよね。溶岩のような赤色、これとかも入ってます。まあこの辺にちょっとね着想を得てるんでしょう。こういうモデルからデザインされてるというふうに書いております。スピードマスターウルトラマンあるんですね。持たれてる方おられますでしょうか。この非限定ウォッチは鮮やかなオレンジバイオセラミック製ケースとクラウンプッシャー、そしてコントラスターをなすオレンジのトップステッチがついたブラックのベラクロストラップが特徴です。ブラックの文字盤にはオレンジ針とアワーマーカーがついています。クロノグラフの秒針はオメガが1968年に発表したスピードマスタームーンウォッチウルトラマンモデルカラーと形にちなんだもので、サブダイヤルにはスピードマスターアラスカ2および3プロジェクトにちなんで放射状のレイアウトでアラビア数字とインデックスが配されています。ブラックのベゼルはホワイトのタキメーターのメモリで飾られ、オレンジでタキメーターの文字が表記されています。コレクションのすべての文字盤には、オメガスウォッチの文字、アイコニックなスピードマスターのロゴ、そしてムーンスウォッチのロゴが見られます。ボックス型バイオ由来素材、ガラス構造には、グラスの中央にエッジング加工された S の字が統合。文字盤の外周のリングと凹んだサブダイヤルには、繊細な洗練された円の模様、角張っていてスムーズなラグ構造。タキメーターのメモリにはアイコニックなドットオーバー90のディテール、そしてもちろんユニークなバイオセラミックタッチ、これが全モデル共通です。地震と噴震、そしてアワーマーカーにはスーパールミノバーが施されているので暗闇でパーフェクトに光ります。
はい、そのようになってますね。価格4万700円となっております。細部見ていきましょう。あ、いいですね。ちょっとなんか夜光焼けたような色になってる感じもしますけれども、スーパールミノバあえてこのような色にしてるんでしょうか。かっこいいですね。サブダイヤル放射状の模様ですね。そしてこの中央に S の文字がね入っておりますね。いいと思います。今回裏にはね地球がバシッと入っておりますね。ケース素材バイオセラミック、ケース直径 42mm、 ケースの厚さ 13mm、 ラグ間の距離 47.3mm、 クォーツムーブメントですね。クロノグラフ防水3気圧ストラップベルクロとなっております。ステッチ等もかっこいいですね。あ、いいですね。溶岩がこのようにグツグツになってる中に、はい、このように出てきました。素晴らしい。こういうのね表現してるということでございます。この色のセッティングはかっこいいですね。サブダイヤルのこの表記も特徴的なのでしょう。針の動きはクォーツらしく時を刻んでおります。はい、続きましてオーロラモデルですね。オーロラモデルもですね先ほどと同じような説明がされております。こちらも4万700円。文字盤がキラキラしてますね。こっちはねこんな感じで文字盤がオーロラのようにキラキラしております。まあ、こちらの色もターコイズという表記になってますね。かっこいいですね。まあ、おしゃれな感じですね。まあ、ターコイズっていうかなんかミントグリーンみたいな感じに見えますね。ミントグリーンムントルもありますのでね、ぜひ皆さんね見てくださいね。このようなねモデルが出てきております。その他は一緒ですね。裏に地球マーク、はい、このようにオーロラを表現しております。続きましてデザート、デザートですね。デザートなんだな。砂漠モデル見ていきましょう。こちらもアラスカ2プロジェクトと3プロジェクトにちなんで放射状のレイアウト、アラビア数字が配されている。あとは一緒ですね。はい、拡大するとこのようになっております。やっぱり夜光がちょっと焼けて見えますね。いいですね。このようなデザインとなっております。裏には地球砂漠モデルですね。宇宙から見るとこんな感じ、めっちゃ砂漠ですね。これを表現しているということでございます。ムケオムントル好評販売中、概要欄から。はい、ちょっとストア見ていきましょう。さあどこで販売されるのか。販売はですね2024年6月15日土曜日となっておりますね。まあ、非限定モデルですので、そんなに争奪戦で骨費出してよになるのはねないとは思うんですけれども、パニックがね思い出されますね。まあ、でもあれ一発目もね非限定でしたからね、まあ、欲しい方はちょっと早めに動かれた方がいいかなというふうに思います。はい、こちらのショップで販売するんでしょうね。今回はちょっと多いですね。スヌーピーとかめちゃめちゃ少なかったですけども、はい、四国もあります。松山市伊予鉄高島屋、はい、ここが一番西ですね。福岡もなければ佐世保もないじゃないですか。悲しい。兵庫県神戸阪急、あとは京都とかでもね販売するんですね。大阪スウォッチストア、大阪阪急梅田ね、いいですね。名古屋、名古屋三越、横浜市横浜ビブレ、あとは原宿ですね。そしてスウォッチストア渋谷、スウォッチストア銀座、ニコラス G ハイエッグセンターですね、いつもの場所です。札幌のスウォッチストア札幌、こちらでもね販売されますんで、ミッショントゥーザース欲しい方はチェックしてみてください。はい、ちょっと追加事項でね下の方に書いてありますね。お気に入りモデルを手に入れようということで、バイオセラミックムーンスウォッチコレクションモデルは世界中の厳選されたスウォッチストアでのみ購入できます。最寄りのストアをお探しの場合はストア検索をご利用ください。時計のご購入はお一人様につき1店舗1日で1本に限らさせていただきますとなってますんでね、買い占めはできませんのでね、ここは押さえておいてください。はい、ということでね、ティザーが公開されましたんで、どんなやつが出るかということでちょっと紹介してみました。まあ、今回調べることによってウルトラマンとかね知りませんでしたから勉強になりましたね。一応非限定とはなってますけれども、毎回機を逃すとなかなか買えなくなりますんで、ぜひ欲しい方は早めに動かれてみるのをお勧めします。本日はミッションオンザース2024年6月15日発売のムーンスウォッチ、スウォッチとオメガのコラボモデル、こちらを紹介させていただきました。このチャンネルではですね、腕時計の最新情報、そしてロレックスマラソン日記、リーク情報等、どんどん流していきますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、そしていいねボタン、よろしくお願いいたします。本日は新作の内容をお伝えしました。本日、以上になります。ご視聴ありがとうございました。また別動画もよろしくお願いします。本日、以上です。ムキムキ OK。ではまた。
どうも皆さん、こんにちは。ムケオでございます。今私はスイス、ジュネーブ、ジェドーの下でメンバーシップ動画、こちらの、説明をしていきたいと思います。まずはコースは3つでございます。90円コース、こちらスタンプ使い放題。メンバー様が増えればスタンプもこれね、増えていきますからね。また、有料情報等あれば、まあ、不定期にはなりますけれども、有料情報としてテキストの方で、皆さんにお伝えしていきたいなというのが、この90円コース。90円でね、200万円、300万円以上の効果を、出したいと思っております。90円コース、募金感覚でよろしくお願いします。続きまして、限定動画コース390円。過去に撮影したメンバー動画、ムケオの日常やドレックスの動画見放題、過去のライブ等もどんどんそっちの方に、ね、入れていきますので、現在もね、もう100本以上ですかね、どんどん追加していきます。ただ動画更新については、ちょっと不定期になりますが、よろしくお願いいたします。もちろん90円コースの特典についてもついてまいります。続きまして、3つ目、神コース、リップコース、こちら神コース用の数字なしツートン仮面1つプレゼント。配信用の部屋にですね、お名前を掲示したいと思います。神、そしてVIPと崇めさせていただきます。その他大きいね、特典はないんですけども、VIP様というのはね、物はいらないんじゃないかという考え抜いた末の私の特典でございます。メンバーシップのこの加入から期間により仮面の色が変わっていきますね。どんどん変わっていくんですけれども、一旦ね、今月はやめたことで一旦やめたとしても、そのメンバーシップの仮面はずっと継続されますので、ぜひね、皆さんもしよければ、入会していただけたら本当にこの活動の糧になります。本当によろしくお願いいたします。はい、それではね、スイス、ジュネーブ、ジェドーからお送りしました。ありがとうございました。